どうもレズベチェダーダですダーダーですダーダー !YouTuber 誰もの挨拶というのはね、はい、もう一番大事ですね。でもなんかね、長年やっていくとどんどんおろそかになるみたいな傾向が。そうね、おろそかになってるよね、最近の。誰やスンとかね。一番スンですよ。そういう言ってくれよかった。本当によかった。お前ってやったらスンやでって言おうと思ったもん。そうなんよね。我々のこと知らない人もたくさんいる中で、自分の名前とかをね、その大きな声でハキハキ言うっていうのはもうすごい大事なことなんですね。本当に。はい。というわけで今回はですね、YouTuber の中で挨拶一番シャキッとできるやつ誰だ選手権。はい。まあシンプルにもう虫キング。虫キングって何？虫キング知ってる、ゲーセンとかにあるなんかカードシャッてやるやつあったよ。虫キング、そうそれは分かる。俺も虫キングやったことないけど、シンプルに声量、誰が一番声通んねんって。ああ、それ俺エントリーしてるんやったら俺入っててほしいってのもあるけど、まずルールとしては3人1組のグループリーグでグループ J まであります。ランダムでまあくっつけて誰が一番挨拶が大きかったか、まあ僕らで判定して、なるほどなるほど。それで多かった人が決勝戦に進みまして、それでも最後1位を決めるという。はい、いいですね。はい。でも挨拶の大小その長さがさ違うから、今回はレギュレーション、規定としてヒカキンさんの挨拶の長さに全員揃えます。ああ、 YouTube の神。なるほど、そうです。 YouTuber の神ヒカキンさんが全部もう今回の基準です。あ、なるほど。なのでヒカキンさんより長い人の挨拶は残念ながらカットされて、そこまでで勝負します。ということで早速やっていきましょう。メケタパセボミズ、どうもこんにちは。はい、それではまず A ブロック、関根理沙さん。皆さんこんばんは、理沙です。バーサスはじめさん。こんにちは、はじめ社長です。バーサスマックス村井さん。皆さんこんにちは、マックス村井です。いきますよ。はい、それでは位置についてよーいドン。皆さんこんにちは、社長です。おお。でも俺は一人しか聞こえんかった。もう一回だけ聞いていい？ごめん、もう一回だけ聞いていい？はい。皆さんこんにちは、社長です。あ、でも一人は全く聞こえんかった。これだけ聞く。一人は全く聞こえんかった。ビジネスマンだけビジネスマンだけ聞こえんかったから、ビジネスしてたよね。じゃあそれではいきます。 A ブロックの勝者はこの方です。せーのドン。はじめさん。おい、やっぱりね、さすが YouTube のマックス村井がミニマム村井だってたもん。全く聞こえへん、ほんまにミニマム村井さんでしたね、これは完全に。確かに関根理沙さんがまだ聞こえた。じゃあ続いて B ブロック、水溜りボンドさんとフィッシャーズさんとオルトナチャンネルさん。いきます。あれも一組を除いて聞こえたな。一組が聞き取りづらかった。これですかね。はい、それでは行きましょう。はい、せーのポン。水溜り、フィッシャーズ、オルタナさん。なんで俺これが一番聞こえなかったけどな。嘘。あ、でもなんか俺は最大瞬間風速を基準にした。こんな分かれるんや。いや、今のめっちゃ分かれたな。へえ。じゃあ再度行きましょう。はい、せーのでポン。フィッシャーズ、オルタナ、水溜りさん。なんでおい、いや、ドッキリか。そうすんなって、お前。なんか俺、手品のサイコロ入れ替えるみたいなやめろ。いや。もう一回聞いて、次で、ほんまに引き分けたら引き分けを考えよう。じゃあ行きましょう。はい。いっせーので、ポン。水溜り、オルタナさん。おー。はい、じゃあオルタナさん。C ブロックは、ななこちゃん、クイズドッグ、バンユン、どう？わー、なんかいい感じに隙間を縫ってくるの。いやー、なんかこう来てこう来るみたいな。ナイスガイすごいです。一言一句聞こえたな。ナイスガイすごいです。これすごかったな。これかな今回は。じゃあ行きましょう。 C ブロック、はい、せーのポン。バンユン、クイズノック、バンユンさん。あっ、おお、バンユン。タクシーにやつ伊沢ですって。ちょっとね、あこう適当にやっちゃうから。まあそれはそう。でも波形がさ、ここめっちゃ低いやん、やっぱり。確かに伊沢ですは確かに低いで、ここでやっぱ万円とかが玉入れちゃんと継続してやってくれるから、総合ポイント高かった。ななこちゃんの話もしてもらっていいですか？ほんまごめん、ななこちゃんの話もして。ななこちゃんほんまにごめん。じゃあ印象操作してちょっと時差でやってみる。こんにちは。あ、ななこちゃん聞こえた。聞こえた。だから万有めっちゃ強いわ。バーンって効果音もさピーンって入ってるし、バフーリと同じ乗り物、バフーリと一緒、バフーリと同じ完成力高い D ブロック。はい、マスオさん、マホトくん、金子くん、はい、マスオクリです。はいちょっとこれはずるいよ、強すぎるけど、これずるいよ、これは。いやでも俺は機械やからちゃんと勝負するけど、心を無にしてやね。いやーこれ接戦や。ゴー。皆さんどうもこんにちは。うわーでもすごいよ、すごい魂の息吹を感じた。はい、せーの、こんにちは、30度どうもキリヌです。あああ急に関さんというよりもよいひろみ横丁やなこれ。関さんというよりも確かに。皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。ちょっとずるい人いたら今ぬるぬるくるぬるぬるずるが入ってくるね。どうぞ。こんなんチーターやんや、こんなんチーターやんやな、こんなんチーターやんやけどな。じゃあいきます、せーの、エミさん、エミチャンネル。はい、というわけでじゃあ第2回戦、はい、ABC グループを勝ち上がったはじめさん、オルタナさん、バンユンさん、いきますよ。はい、うわーレベル高い、レベル高い、せーの、ポン。バンユンオルタナさん。おーでも1票入ってくれて嬉しい、これは嬉しいよ。でもその順で聞こえた、俺もそうね、はじめさんが一番聞こえんかった。はじめさんはやっぱ一人っていうところがね、そうね、単純に不利。はい、じゃあいきます。はい、次、マスオさん、スカイピース、瀬戸康史さん。おお、これもまた大物勝負。皆さんどうもこんにちは。全員聞こえる、全員聞こえるほんまに。いきますよ。はい、せーの、ポン。瀬戸さんおお、スカイピース勝つと思ったけど聞こえたけど瀬戸さんもの方が聞こえた。そう、しかもマスオさんもちゃんとオフ会開いてたもんね、声的に。確かにマスオさんもオフ会開いてた、ちゃんとオフ会開いてる声が聞こえたもん。これ最後、ゆきりぬ、アバンティーズ、セイキンさん、エメリン。はい、この4組ですね。はい、いきますよ。はい、皆さんこんにちは、セイキンのセイキンです。俺もまた難しい、周波数帯一人バグってるもんな。いっせーのでエメリンセイキンさん。おお、居酒屋で有利な声やもんね。居酒屋でね、オーダー呼んでる、そうのでめっちゃ声通る人ね。あれ羨ましいよ。だってカラオケのバイトで声出なくて辞めた人やから。そうなんですね。俺ありがとうございました、またお越しくださいませが言えへんかったからさ、それで辞めるって。それであんまおらん、珍しいことやな。はいはい、じゃあ来ました。はい、ついに決勝戦さあ、残るべくして残った3人なんで、確かにそうほんま誰が残っても誰が勝ってもおかしくない。321皆さんどうもこんにちは。うわーおー、分からへん、ほんまに分からへん。皆さんどうもこんにちは。全部聞こえるやん、これすごいな、これガチです。なんかもうラムサール条約結ぶまであるな、これ。でも三国同盟じゃん、これ。もはや湿地いかなんかまであるな。そうですね、三国同盟やん、これ。これはむずい。皆さんどうもこんにちは。ちゃうかな、なんか、ほんまに軽い気持ちでやったんやけど、なんかめちゃめちゃ責任を感じる今、この判断に。挨拶王決定戦発表します。じゃあ念願どうぞ。ジュルン、瀬戸康史さん。というわけで、第1回 YouTuber 挨拶王は、瀬戸康史さんでーす。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、俺が一番初めて見て尊敬した YouTuber。はい。まあ、というわけで、はい、これからもね、我々瀬戸康史さん見習って、はい、しっかり挨拶していきたいと思います。どうも、おはじめて、レオです。どうも、おはじめて、花尾だよ。どうも、おはるす弁天、キムヒュンだよ。どうも、おはるす弁天、伝願だよ。ちょっとだ、本家には及ばへんな、まだまだ。いや、余裕で無理でしょ。これだから一人100回。素振りします。